モモンガミクリニュースフォーカス。はい、こちらの動画は1月10日から1月16日までの1週間のオートスポーツウェブのアクセスランキング上位5位とピックアップニュースをお知らせするコーナーです。はい、あれなんでハモラに見てたんですか。いやいや、またガッツリ降ってくるんだろうなと思って。降ってくる降ってくる降ってくる、あ、終わって、はいってことです。そう、あ、そういうことです。降ります。俺がいない時には全く降ってこないというか、はい、降ってこない、降ってこないです。自らが率先して。あ、え、本当ですか。はい、そうです、そうでした、そうでした。無意識かもしれない。依存ですね。平野依存ですか。依存してます。自主性を、2014年はもっと自主性を持って。行った方がいいですか。まあそうですね。なんかそのまま。分かんない。いいと思います、ね。はい、じゃあ新たななんか進化を遂げた方がいいことですね。いいと思いますね。そうですね、はい、大丈夫ですかね。あんまでも大きなこと言わない方がいいですかね。まあそうですね。いや、そんなに大きいことでもないです。そんなことないですか。自主性なんで。ちょっと下、じゃあ意識からちょっと始めてみたい。そうです、小さなことから、小さなことから、はい、はい、始めてください。はい、了解です。はい、はい、じゃあ第5位から。はい、まず第5位が F1 エントリー発表、マルシャのドライバーが決定です。はい、はい、F1 のシートもだんだん残りが少なくなってきまして、はい、あと1チーム、1チームですね。はい、誰が座るでしょうね。ね。楽しみですね。もう音さんあたりにはもう決まるのかなと思いきや、そうでもないですね。多分テスト前後じゃないかな。うん、宇宙じゃもうちょっとですね。です。なるほど。はい。はい、続いて第4位が2014年 F1 世界選手権エントリーリストです。はい。はい、これはただのリストと思うことなかれ。ほうほう。今年はあのカーナンバーが、はい、パーマネント制。パーマネントナンバーですね。はい、パーマネントやってますね。パーマネント。はい。はい、なんでパーマネントを知らないのかね。あのパーマかけますよね。かけないです。かけない、はい、地毛です、ずっと地毛。いや、パーマは地毛にかけるものだと思う。あ、そうですね。そうですね。パーマは初めてかけたのが高校生の時で、はい、1回かけてすぐやめました。あ、そう、はい、そのパーマネントとパーマ一緒です。どういうことですか。パーマネント、はい、に髪型を変化させるので、うん、パーマと言います。ああ、なるほど。こういう形状にしますっていう、うん、うん、パーマネント製は、あ、この番号にします。永遠に、割と永遠に。あ、へえ。まあ、そんなわけで、誰がどの番号を選んだのかなというのに注目が集まったリストですという話。なるほど。はい、だいぶ脱線しましたね。続いて第3位がコラム、謎多きシューマッハ事故原因会見証拠。はい、はい、ミハイル・シューマッハさん依然として、回復しましたって話にはまだちょっとなってないですけど、うんうんうん、事故原因はじゃあ何なのよっていうのを、うん、記者会見があったんですけど、うんうん、その詳しい内容です。はい、続いて、続いて第2位が F1 固定ナンバーが決定、13や27のドライバーもです。はい、さっきのナンバーの話ね、うん、パーマネントナンバーのニュースの方です。細かい詳細のことですね。そうですね、はい、はい、結構みんなパラパラって、うん、あんかも面白いですね。ね、うん、うん、うん、まあ GT とかもある意味パーマネントナンバーですからね。うん、あ、個人、まあ、チームで、うん、あ、そうですね。インパルは12とか、うん、私だったら37。 37ミナ、ああ、だからなんか相性番号とか言っちゃダメだ。あ、でもまだ大丈夫です。37だけ使うことないんで、うん、踏
見合わせて。まあそうですね。他の2つがってるんですね。そうです、そうです。女性の関係が多いかなっていう。ああ、これでもなんかちょっと今思いついちゃったな。あ、本当ですか、はい、ダメですよ。いろいろダメじゃないですか。はい、前はもう編集部員の別の人の暗証番号、はい、これなのって言ったら、はい、まんまた当たってしまう。いや、怖いね。怖いですね。はい。まあ、置いといて。はい。はい、続いて。第1位が、ケイタハム、カムイ起用を否定せず、決断は間近です。はい。まあ、候補の一人ではあるよと。うん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 。決まるか決まらないかはもうちょいですね。ね、はい、でも神井さん自身もやることをやってもあとはもう待つだけみたいな感じでしたもんね。はい、日本の F1 ファンにとっては眠れない日々が、うんうん、そうですね、続きそうですね。寝てますか？寝てます、寝てます。はい、はい、じゃあピックアップニュースお願いします。はい、ピックアップニュースはレクサスの新 GT500 車のベース車両名称は RCF2 です。はい。はい、夏の鈴鹿以来、はい、LFGC をベースとした新型レース車両って言われ続けてきたあいつ。はい、あいつのためですか？で、愛を込めたあいつ。あ、そういうことですね。あいつの名称が RCF だそうですよ。はい。びっくりしますね。あの、見に行ってレクサスレーシングブースに。はい。こい、こいってる。これ、こいってあるよ。まさかこれ、あれみたいな。ちょっとびっくりしましたね。そうですね。はい。はい、あのキラキラで書いてありましたね。キラキラで書いてありましたね。レインボー。レインボーって書いてありましたね。はい。というわけで、今後は RCF さんと呼ばせていただきたいなと思います。うんうん、はい。はい。というオートサロンでございました。はい。ちょっとびっくりしましたね。ね。不意打ち的な不意打ち的な、はい、あれみたいな俺、ってなりましたもんね。あの実際見た人でもあれ読めてなかった人も結構いたみたいです。そうですよね。なんかこう右と左にこう分かれて書いてましたもんね。そう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 、左にしか書いてないみたいな、うーん、いう感じなので、はい、なんかあそこのブース自体見つけれなかったっていう人もいたみたいですよ。でも確かにちょっとね、スバルの横で囲われてたじゃないですか。うん、ね、でさっきあのうちの社員が、はい、とある高名な、うん、モータースポーツライターの方と話した時も同じ話してた、うん、見つけられなかった、見つけられなかった。ああ、ね、そうなんですね、はい、ちょっとね、囲われてましたもん、ね、そうですよ、オートサロンは思わぬところに思わぬネタが転がってますからね。うん、はい、今年も転がってたんですかね。転がってましたね。おー、ホンダブースの裏に、ね、あったやつとかね。はい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 、面白かったです。はい、うん、というのをうちの酒井には伝えておいたんですけれども、だいぶだいぶこぼしてます。そうなんです。そうなんですよ。あるからねって言ってたのに。まあ、わか、初オートサロンだと大変です、広いですしね。そうですね。ちょっとネタが転がってるとちょっと。あ、思ってます。同情しちゃいか。あ、そうです。厳しく言ってやって。わかりました。最近でも当たりがちょっとあれなので。そんなことない。本当ですか？そんなこともない。強い。そうでもないですか？そうでもない。強い。若干。強くない。じゃあ今週はこの辺で。はい、皆さんまた来週お会いしましょう。こんな終わり方。